飯田社保健課の北原です。今回は生後7、8ヶ月の離乳食の進め方をご紹介します。生後7、8ヶ月は離乳中期と呼ばれる時期です。1日2回食へと進め、食事のリズムをつけ、食品の種類を増やしていきましょう。離乳食を先に食べさせ、母乳やミルクは欲しがるだけ飲ませてください。こちらが中期の食事です。ご飯は7倍がゆにしましょう。おかずはベトベトしていて舌で潰せる硬さに、豆腐くらいの硬さが目安です。飲み込みやすいようにとろみをつけましょう。野菜も様々な種類に挑戦し、魚は鮭やマグロ、カツオなどの赤身魚、肉はささみが使える時期になりますので、ぜひ使っていきましょう。味付けは素材の味を楽しんでもらい、調味料は控えましょう。お菓子類はまだ早いです。甘い味を覚えさせないように注意しましょう。茶湯や麦茶をコップで飲む練習を始めましょう。飯田市では毎月離乳食講座を開いています。離乳食にお悩みがある方はぜひご参加ください。また電話での相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。